アメリカ気候予報センターによる2006年の MJO 指数の推移。縦が時間、横が経度であり、対流活動が活発な青い領域が時間とともに、東に移動していく様子がわかる。マッテンジュリアン振動とは、熱帯赤道域上空で、対流活動が活発な領域が約1から2、2ヶ月かけて東に進んでいく現象で、大気振動の一つである。 その周期は30から60日程度で振動のように繰り返し発生している。30から60日振動や赤道季節内変動とも呼ばれる。実際の天候としてはインド洋西部から太平洋西部にかけての熱帯域における降雨パターンの変化として現れる。この地域では普段から赤卵雲が多発しているが、それは上空の大気の状態に左右されている。 典型的なパターンでは、インド洋西部で平年より雨の多い湿った領域と平年より雨の少ない乾いた領域がタイになって出現し、ゆっくりと30から60日程度かけて東に移動していき、太平洋西部に達すると称賛すると同時に、再びインド洋西部で2つの領域が出現するという推移をたどることが多い。に、 太平洋東部で称賛せずに大西洋を越えて地球を一周することがある。モンスーンやエルニーニョ、南方振動の発生に大きく関与しているとされている。マッテンとジュリアンにより1972年に発表され、現象名は発表者らの名前から付けられた。もともと MJO はインド洋東部から太平洋中部にかけての海域で地上気圧の低海域。 上昇域が40から50日の周期で等身する現象として発表されたが、その後上空の方が変化が明瞭なことが分かった。外向き超波放射の強度を時間軸、経度軸で表現したり、赤道上空200ヘクトパスカル速度ポテンシャルの偏差を時間軸、経度軸で表現したりすると分かりやすく、変化パターンが1から2ヶ月周期で移動している。 等身の速度は4尾遅く8メートル程度。緯度別で見ていくと、赤道上空で最も顕著で、気圧、循環、降水といった大気振動の波が地球を回り続けていることがわかる。MJO の強度などは毎回異なるが、一般的に南半球の夏にあたる時期に最も強く現れる。MJO は全体的には等身するが、分岐して北進や南進する。 循環状もある。この循環状は、通常、積乱雲群を連れてやってきて数日中、数日間かけて通過するもので、この地域のモンスーンと非常に深く関連している。世界で最も顕著なモンスーン地帯である、インド付近のモンスーンも、MJO の北進に合わせて始まり、また1から2ヶ月周期で強弱変動する。海洋大気相互作用にも関連しており、 エルニーニョの開始に関与しているほか、終了にも関連する場合がある。1997年から1998年の大規模エルニーニョの際には、MJO がエルニーニョの海域に差し掛かったことがきっかけで、急速にエルニーニョが収束したとの研究結果が発表されている。また、熱帯低気圧との関連を研究する論文もあり、MJO に伴う、 大流活動の活発な領域では、熱帯低気圧の発生が促進され、また北西太平洋と北大西洋ではどちらかで、熱帯低気圧の活動が活発な時も一方では、不活発という逆の相関が見られるが、これは MJO の周期性が原因であるというものである。熱帯低気圧の発生要因は多数あり、MJO はその中の一つに過ぎないが、 アメリカ海洋大気研局の国立ハリケーンセンターや気候予報センターはハリケーンの予測の資料の一つとして用いている。また、偏西風やジェット気流の異常、ブロッキングなどを通じて日本にいわゆる異常気象と呼ばれるような天候をもたらす間接的な要因の一つでもある。クリス・ラウンドシー、サブジェクト、A15 ハウドゥートロピカルサイクロンズフォーム。 アトランティック・オーシャネグラフックミティラロジェクル・ラボラトリー2008年6月8日閲覧クライメート・プリディクション・センターモニタリング・イントラシザネル・オシレーションズナショナル・オーシャニック・アアトモスフェリック・アドミニストレーション2009年11月6日閲覧1.13日本の最近の異常気象に関連する大気大循環上の特徴気象庁 異常気象レポート2005ありがとうございます。